神宮大麻、神宮大麻、神宮大麻。正確には、お,おぬさとは、払い具である払い具師の御神、御神を正常な和紙で包んだ、伊勢神宮の診察、お札である。伊勢神宮の恩師が、反復したお払い大麻が起源である。これは、お払いを務めた、払い具師を箱に入れ配ったものである。やがて、伊勢公などの公を組織し反復された。御師時代には、 箱に払い串を入れたもの、あるいは払い串を、剣形のお札で包んだものを反布した。明治時代の変革を経て、魚師が押され、神宮大麻となった。その後も、神体である、五神、御神として包まれている。明治時代になると、国家神道の形成により、腰の制度は停止され、伊勢港から伊勢神宮が組織した神宮教から全国に反布された。神宮大麻は、 明治時代から現在まで全て一貫して、伊勢神宮内で佐作精入れており、ハンは神宮教の後に財団法人神宮法三会から、その後に神社本庁からハンされる。1873年、明治六年の伊勢神宮将宮寺浦田町民の説明によれば、罪を払いのけする神具である大麻をぬさのハンである。 1916年、大正5年の神宮神部署の説明では、起源は終末、主発にあり、今では国家国民に対し祈願した行事によるものであるか、あら、身体や分け、見玉ではなく、数形するための表彰であるといった議論が行われた。こうした議論は、当時の様々な信仰を包摂しようと試みたものだが、神に供物として献じられ、御霊が付着し身体となり、 払い清めの祈りでもあるから払い具でもある。どれかを卓一すべきではないとされる。平安、鎌倉時代からそぎを務めさせた例はあるが、そぎの言葉の初見はそれ以降の、あずま鏡、あずま鏡1180年8月16日に、記述される、源頼朝が、先度後の祈祷を務めさせたものと、われる。そぎは祈祷後に願書に渡され、中富の払い、 中と身の払いを独唱したことから、紙札の名称として定着した。当時、庶民が伊勢神宮を敬拝しようと思った時には、ご使用投資を払いを行い神ぐをそうするしかなかった。ご使の活動が大きくなる都大館を地方に派遣した。室町時代には、大麻の半分が広く行われるようになった。この時代には、伊勢のご使が段下回りを行っており、 将軍家などには一万度のような祈祷が行われたが、一般的には、江戸時代の剣後に相当する後、が配られた。大麻に伴って様々な物品が配布され、それは、次第に、伊勢歴に定まる。江戸時代の溝ぎ大麻には、一万度後、五千度後、千度、五、剣後、があり、一般には、剣後、が配布された。また、一万度神楽大麻、一万度百日、 大麻、五千度かぐ大麻なども存在した。そぎ大麻払い具、お払い大麻払い具は五詩が出向いた先で、そぎ大麻を作るために用いた。五を調整するにあたり、中富の払いの他ののりとや、祈祷文をそうしたことから、こうした出先が神明所などとして祀られた。伊勢神宮へ、人々が殺到した、おかげ参りは千六百五十年から千八百三十年にかけて、 約60年ごとに記録的となって押し寄せたが、天からお札が降る、病気が治るなどと騒がれた。1830年、文政13年2月には、あわでお札が降り、8月までに500万人近い参拝者が伊勢神宮に押し寄せた。松村景文は、剣払いが降ってくる、三陰三大魔効果の図を描き、これは神宮長古館が所蔵している。 一般に終末に使う大麻、大ぬさは、榊に紙舎と麻尾をつけたもの、紙水のみを取り付けたもの、伊勢神宮では麻尾のみを取り付けたものが見られる。神宮大麻は、古くからの剣払い型のものも伊勢神宮にて、反布されているが、全国の各神社で反布されているものは札型である。角払いでは、麻の唐虫、紐状の繊維に巻かれている。腰は、 八足案と呼ばれる案にやはり串という結束された払い串を立て、土数払い、土数払いの際に用いた。案の上の奥に、兵士と下わさを挟んだ八張串を立てる。八足案は箱に収めることができ、携帯可能である。これは八座桶、け、事、寺、ヤクラ事きと呼ばれ、伊勢神宮の高齢祭にも似たものが見られる。これは、宮川伊勢に持ち出してはならないの、 日であったが、1852年には、埼玉県の伊勢殿神社から発見された。神宮大麻の中の御神は払いしまたは朝串とも呼ばれる。守り払いは、お守りの中にある小さな紙札である。伊勢の各神社ごとの紙払いだけを購入でき、一つのお守りの袋にまとめて入れることができる。明治時代に入ると、 国家神道の確立の過程でご死の活動は停止する。伊勢の広大神宮、宇治橋の手前のお祓い町は、かつてご死の屋敷があった場所である。1871年、明治4年12月18日、伊勢神宮大宮寺から神儀省に対し、大麻の信号名を、天照高大神宮、広大神宮御寺の印を押し神宮寺長の責任で、まねく反復することを伺い出て、 神儀省はこれを承認した。翌年1月に大麻製造局を設け、4月には大麻販布規則を定める。4月1日には漁事奉行が行われ、大宮寺の北工事より密は大漁寺としての大麻の販布を奏した。1873年、明治6年12月の神宮大麻法師式において、昭宮寺の浦田町民が、 毎年神宮から反復する罪を払いよけする、神具としての大麻に向かい敬拝することで、罪汚れを精進するがために、毎朝有礼拝すべし、というようなことを述べている。1873年、明治6年に神宮教員が開館し、明治9年2月の神宮教員規則第5条に、神宮大麻の反復を主要な事業としていることが示される。 1878年、明治11年の通達以降、反復の方法がたびたび変更されるようになる。三宅や旧皇族に献上される木箱に入った大きく厚みがある献上大麻も存在する。1882年、明治15年に神宮教員が神道神宮派として独立し、さらに神宮教となると大麻反復は神宮教に委託される。 さらに1898年、明治31年には、神宮教が、神宮法参会となり、ここに反腐が委託される。1882年の神宮寺長教員区分第21条、1899年、明治32年の内務将君第823号の第7条、7、は、反腐対大魔には、天皇や皇室を祈る部分があるが、 重要大麻はないことからこれらの混同を法的に禁止した。反復大麻は広告死後のもとで放塞者を加護する。信仰の自由において異議が唱えられ、1916年、大正5年に、神宮神部署から説明がなされたが、神宮大麻の起源は大麻、大沼とも呼ばれる、払い串とノリトによって終罰、出発したもの、今では、 国家国民に対し祈願した行事によるものであるか、あら、身体や分け、見霊ではなく、従って、本尊のようなものでもなく、数形するための表彰なので心境の自由と、衝突しないとしている。しかし、21世紀初頭のノリとは半分のものでも、大麻を、せいしたので、神前に教師、終罰式を行うので、この大麻に御礼を寄せたまえ、といった内容である。 大正から昭和戦前の論では、五霊の存在を否定し、要怪の象徴かのように説かれるが、平白、払い具、身体、象徴といった各説があり、当時の様々な信仰を包摂しようと試みたものだが、神に供物として献じられ、五霊が付着し身体となり、払い清めの祈りでもあるから払い具でもある。どれかを卓一すべきではないとされる。2003年には、 神宮寺町教学科の神宮大麻資料名改定第一版。翌年には神社本町教学科の神宮大麻に関する研究会報告書が出版されている。2011年に反布された大麻の数は888万545体である。大麻終末式、大麻始発式は随時行われる。1月8日に 大麻歴法制、はじめ祭が行われる。3月1日に、大麻歴半復終了祭が、広大神宮神楽殿にて行われる。4月に、大麻溶剤鉢し祭り、大麻をうざい切りはじめ祭が行われ、神宮林より切り出された溶剤は、長さ 20cm、厚さ 1mm に加工され、和紙を巻き付け、神宮大麻の中心の御神、魚神に用いられる。 9月17日に大麻歴反復始め祭が、広大神宮カグラデンにて行われる。12月20日に大麻歴捧ぐせい終了祭が行われる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。